スポーン、ポーン。さあ、ということで、はい、コーナー行きましょうか。はい。はい、皆さんお待ちかね、このコーナーです。スッポンノベルリターンズ。イエイ。住宅街に響き渡りましたね。すっぽんのベルリターン、ね、整理中央に響き渡りましたね。そうですね、もう最寄りの駅まで言っておりますからね。近所の人思ったんじゃないですかね。あ、そろそろ寝るかみたいなね。これこの子の声とともにね、そろそろ床に入るかみたいなね。あ、木曜日か今日はみたいな。そう、うん、いや遅いから、もう日付変わろうとしてる。今木曜日かって。僕ね、いいじゃないですか。そうですね、まあ、そうなんですけれども、今日はいよいよ第10話ということで、奥さんはやめてくれとか言ってないですか。ちょっとうるさいから。そういうことは大丈夫ですね。大丈夫ですか。大丈夫。この活動については許容して、されているんですね。はい、なんか楽しそうだねみたいなことを言ってました。よかったです。はい、ということで、それじゃあ行きましょう。早速聞いていただきましょうか。はい、それでは、私から言わせていただきます。スッポンノベル桃太郎、武田さんによる第10話です。その時だった。強烈な爆風に飲まれたかと思うと、大量の桃太郎のクローンが壁を壊して押し寄せてきた。バックスめ、しくじったか。瞬間、一人の桃太郎がまだうとうとしているこっちの桃太郎に襲いかかる。ドゥクシュ、鈍い肉の音がする。呆然と見ていた目の前にはエドワーズがまるで弁慶のように微動だにせず立ちはだかっていた。待たせてしまったのう、ふさえ。白髪混じりの頭皮からにじむような汗に光が反射して後光が差しているように見えた。エドワーズの不器用さの中に優しさが垣間見える。この人は自分にとって本当に大事な人だとフサエは再認識した。エドワーズ、私はもうええから、この子を桃太郎を守ってくれるかい。分かっておる、坊ちゃんはもちろん、フサエも必ず守ってやる。かっこいい。フサエの目がきらめいた。それを知ってか知らずか、エドワーズは向かってくるクローン軍団へ正面突破をかけた。10体はいるだろうか。坊ちゃんと同じ顔をしたクローンがこちらに向かってくる。中にはすでに黄金のオーラを身にまとっているクローンもいるようだ。肉弾戦だ。まずは一体ずつ鍛え上げられた肉体で勝負する。うわぁ、エドワーズは弾き飛ばされた。2メートルほどは上がっただろうか。高く飛ばされたエドワーズの体は一回転し地面に強く叩きつけられた、ね、エドワーズー、フサエが叫ぶ。その心配をよそにすぐさまむくっと起き上がるエドワーズ。すごい。高く飛ばされたが落ち方が良かったのだ。落ち方？いや、受け身と言った方がいいだろうか。そうだ、エドワーズは柔道部だ。これぐらいなんてことないわい。伏線回収。エドワーズはそう言うとすぐに立ち上がり、またクローンへ立ち向かう。だが簡単に吹き飛ばされてしまう。今度はコンクリートの壁に激突した。さっきのは前回り受け身、そしてこれは後ろ受け身の応用じゃ。そう言うと少しよろめきながらもクローンから負債を守るため何度も何度もぶつかっていく。ドーンとまた大きな音。これは横受け身。もう分かったって。もう分かった、受け身がうまいのは分かったから、受けてばっかりやないの。たまらずフサエがそう叫ぶと、すまない、
一言残したエドワーズは横受け身に失敗したのか、ぐったりして立ち上がることができなくなった。柔道部の稽古はサボりがちだったため、受け身は稽古していたが、相手を攻撃するための投げ技はまだ習っていなかったのだ。エドワーズ！さえの声を近くで聞いていた古いおじいさんは複雑な気持ちだった。ふさえのことを思って、ふさえと一緒にいたいからと考えに考えて、桃太郎と同じ能力を持つクローンを作った。そのふさえの心はエドワーズこと山内に向いているのではないか。ちょっとクローンを応援しちゃってる自分がいた。ただ気がかりなのは、クローンの方が桃太郎には未だ見られない黄金のオーラが漂っていたことだ。これを使うこともできたが、古いおじいさんの手には親指サイズの精密機器があった。このスイッチを押せば黄金のオーラの力を消すことができた。お、ちょっと待てよ。これはふさえにかっこいいところを見せるチャンスじゃないか。古いおじいさんは草むらに落ちていたエロ本を見つけた少年のように鼻の下を伸ばしていた。うん、ふさえ、大丈夫か？お前に何かあったら。男は黙って 背中で語る世代の古爺は、今までに見せたことのないほど優しい顔をしてみせた。あんた、今さらなんね。あんたは私がいてほしい時におらんかった。こんな弱っている時に私につけいることなんて通用すると思ってんかい。よ、読まれている。上辺の優しさはすぐにバレるものだ。パリーンという音とともに、フルジーの思惑がこの一言で全て崩れていった。わしは何のために頑張ってきたのか。フサエと一緒にいたい。それでもフサエはこっちを向いてくれない。くそ、なぜだ。何もかもうまくいかない。どこにぶつければいいのか。フルジーは気づけば手に持っていたスイッチを握りつぶしていた。ああ、最後の一個じゃったのに。その時だった。空気を読んで様子を見ていたクローンが三人に向かって襲ってきた。どうすればこのクローンを制御できるのか。ここまでですね。おー、ということでね、第10話がね、しりしおくんが戦ってますね、完全に三角関係がね、こう激化してるわけですね。そして今日も話が全く進みませんでした、ね、一気に進んだんですよ、これ、ね、やっぱ仕事の合間に書くからこういうことになるじゃないですか。いや、一気に進みましたよ、これ。進みました。僕今回割と好きでしたよ。あ、そうですか。いや、ほんとね、割とね、受け身しかも印象残ってないですけど。何回もね、はい、何回もね。いや、一番やっぱね、素敵だなと思ったのがね、あの、落ちてしまった、いや、これは受け身だってなんかあったじゃないですか、あの流れ、類ありましたね。最初から受け身って言えばいいのにね。わざわざ一回落ちた、いやとかいうところに、この武田さんのね、そのユーモアセンスが溢れてますね。僕は非常に素敵だなと思いながら。では、聞いていただきましょうか。はい。はい、では、選択肢1、まあ、クローンがビューッとこう、はい、襲ってきたというところで、はい、選択肢1です。はい。ビー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 。耳を刺すような電子音が響いた。この音は久しぶりだ。元いた星、地球からの連絡だった。佐之助、聞こえておるか。我々はようやくそちらの星への到着ができそうだ。
聞こえておるか。佐之助、準備はよいか。古いじいさんは静かにこう答えた。準備はできております。はい、というね、これが1ですね。うん、はい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 。あ、ね、ジャンプみたいな引きですね。佐野介っていうんですね。そうですね。さあ、ということで続いて2番いきましょう。はい、2番いきましょう。はい、どうぞ。クローンがバーッとこう襲ってくるわけですね。うん、2です。クローンは桃太郎をめがけて飛びかかってきた。お、母親、さえの膝で寝ている桃太郎を跳ね飛ばし、クローンがさえの膝で甘え出した。ああ、なるほど、やはりクローンなのだ。さえの言うことなら聞いてくれそうだ。さえはその時こうつぶやいた。お前たち、あのじいさんをやっておしまい。感が鋭いな。うん、そうなんだ、なるほど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 、うん、うん、すごい、はい、すごい展開、すごいです、すごい展開です、展開だな。やっぱね、この選択肢で展開するっていうね、このスタイルね。なるほど。さあ、ということで、うん、3いきましょう。これ3もありえますよ。あ、3、至極の3だ、はいはい、うん、こうバッと襲ってくるわけですね、はい、その時だった。ブーン、聞き慣れない羽の音がする。漆黒に塗られたドローンが頭上を飛んでいた。そのドローンに向かってクローンが吠えた。ワオーンということですね。いつもなんか、いつも3番目、今までさ、3番目が採用されたことあったっけ？ないです。ないっすよね。ないですね。ないっすよね。いつもなんか3ちょっとなんかね。ここ2週結構ちゃんとやってたんですけどね、3、そうですね、うん、またスーポーノベルのあるべき姿に戻されましたね。まあちょっと思いつかなかったというのもあるんですけどね。ああ、3ね。ただの、うん、ね、陰を踏むっていう、うん、ね、まあまあそうですね。だからそういうことですね。ストーリーとかじゃなくて陰を踏むというところを大事にしたってことですよね。そうですね、そこだけを言葉遊びで進めていこうっていう、そういうスタイル、ね、そういうことですね。はい、なるほど、なるほど。じゃあ行きましょうか。はい、第10話の選択肢、はい、うん、いただきましょう。それでは皆さん、アンケートにご協力ください。この3択のどの続きが聞きたいのか、うん、まずは1の続きが聞きたいという方、アンケートが出ましたらはいを押してください。どうぞ。どうなんだろう、はい、うん、地球からの連絡が来ていたんですね。そうですね、うん、で地球がもうね攻めてくるぞというところですね。王道の筆記ですよね。かしこまりましたと言ってしまうんですね。そう、準備ができていますと言ったんですね、うんうん、なるほど。準備ってなんだっていうね、うんうん、私はこの星が好きだと言っていたにもかかわらずですよね、うんうんうん、お、なるほど、はい、結果が出ました、はい、3名の方が、うん、返答くださって全員がはいという、うんうん、すごいお答えが返ってきました。かなり、うん、はい、なるほど、まあね、いいじゃないですか、攻めてきてるわけですから、うん、もうだってもうクライマックスですもんね、うん、地球来るぞ、そうですよ、うん、はい、早く展開させないと、うん、そうですね、うん、じゃあ次5分10分の出来事ですもんね、今回ね。そうですよね。こっから地球来たらあと2話で終わるのかっていう話になってきますけどね。いや、もうデビルマンスタイルでしょ。あ急に、うん、これは急に、うん、センス、いや、もうここまで来たらもうデビルマンスタイルですよ。一旦あ、3年後ってやりましょうか。じゃあ、あれから3年後。そういうやつですね。打ち切りみたいなことですね。だから地球は滅んだみたいな放棄のやつ、そうそうそう、エピローグになっちゃうやつ。なるほど、なるほど、うん、
わかりました。はい、じゃあ、続きいきましょう。2の続きが聞きたいという方、アンケート、はいをよろしくお願いします。どうぞ。はい。うん、クローンが房江のね、膝に来て、もう甘え出したんですね。うん、で、うん、古いおじいさんに向かってですね、クローンに指示をするわけですよ。うん、古いおじいさん、はい、あいつ、やっておしまいっていうね、もう完全に古いおじいさんは敵、うん、敵だと、みなして、房江は指示をすると。勘がいいですね、房江さんもね。本当にね。ね、うん、急に判断。はい、アンケート結果出ました。3名の方に、返答いただきまして、はい、1票、うん、いいえ、2票というわけで、うん、暫定1位の続きが今、1位ですね。うんうん、なるほど。はい、うん、そして3ですね。はい、じゃあ続きで聞きましょう。3の続きが聞きたいという方、うん、アンケートにお答えください。どうぞ。はい、このまま引きがあるかなというところですね。そうですね、ここからだから、ここからね、また文体が変わっていくわけですよね。そうなんですよ。ストーリーよりは韻を踏むことを重視していくという、うんうんうん、ドローンに向かってクローンが吠えたんですね。ワオーン、なんかほんとひどいですよね。ね、ひねり出してるな、いや、3件、ね、アンケート結果出ました、うん、3件の方にお答えいただきまして、はい、いいえが3票でした、うん、ありがとうございます。やっぱな、選択肢もこれから2つでいいんじゃねな、じゃあ、うん、トークを弾ませるための3やからさ、うん、ああ、そうそうですか、そうですか、そういうことなんですね。捨て、捨て牌ですから、そうだね、うん、もう内容じゃないもんね。吐く、発注みたいなもんですから、はい、あ、マージャンですか、今の、はい、というわけで、そういうことですか、今回、はい、次回第11話の、うん、続きは、うん、あれですね、うん、地球軍が攻めてくるということです、ね、はい、そういうことですよ、うん、いよいよですよ、いよいよ、ね、地球軍攻めてきちゃうんだね、戦争だ。でも地球軍こう攻めてきたとしても、あれ、この古いおじいさん、まあ、佐野助という名前がこれで決まってしまいましたけれども、そうなんですよ、また微妙な佐野助っていう、なんか何のボケでもない。